しかし、隠して片身に泥の泣き合いをすればお互いが泥まみれになるばかりで、ついに得るところはない。一本映画の進出に関する法則については今までにおびただしい議論が繰り返されたが、私の見るところでは大体においてそれを二つの傾向に分かつことができる。すなわち一つは特別にいわゆるが一向きの映画を深く制作すべしという意見。他の一つは異
もしも我々の映画の中に畳の上の生活を見て醜いというならば見てもらう。
知覚は我々に最も同化しやすいと言われる挑戦の後びとさえ我々の提供する映画だけでは物足らず、彼ら自身の映画を作り出すために苦悩を続けているではないか。かつて映画が言葉を得て自由に喋り始めた時、アルフトが、映画は言葉を得たことによってかえって国際性を失い退化したと断じた。謎知らん国際性を失った代わりに映画はそのとこ初めて確実に民族の懐に変えてたのである。不老性を生産して深く民族の土に根を下し始めたのである。これを逮捕と見るか進歩と見るかは各人の自由であるが、少なくとも私は映画が名実ともに芸術としての第一歩を踏み出したのは実にこの時からであると考えている。今にして思えばアメリカ映画が最もその国際性を発揮したのはやはり無声映画の末期であり、白びひげをつけ山高帽をかぶり、ダブダブのズボンを履いた道化男が悲しい微笑を浮かべて世界中を駆け回った時にとどめを刺すのである。アメリカ映画の黄金時代を象徴するものはこの悲しい道化であるが、同時にそれは芸術以前の映画の姿をも象徴しているのである。私がこの小論で述べようと思えてたことは以上でおぼつきたわけであるが、この議論をさらに推し進めていくと、結局映画工作はそれぞれの地位的関係のもとに映画を育成することに重点を置くべしということになりそうである。しかし現地の事情について何ら知るところのない私